です。愛理選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで、はい、3日終わりましたけど、振り返ってどんな感じですか？そうですね、足は悪くないんで、微調整でもっとこう乗り心地求めて、ペラ調整などしていこうと思ってます、はい。まあ、2日目はあの、はい、大山千尋を破ったレースがやっぱり不安には印象に残ってます。あ、本当ですか？おー、いや、そりゃそうやね。やっぱり同じ、まあ、世代というか若い世代として、はい、あの刺激される部分もいっぱいあるじゃん。あ、もちろんありますね、はい、ね、やっぱりちょっと買ったら嬉しい嬉しいですね、はい、はい、あのこのトースポーウェブの動画は、はい、あの長嶋真希選手に以前この常滑で、はい、もう前県の日から最終位までもう密着インタビューさせてもらって、さすが師匠はすごいよ、優勝しました、ね、あー、さすがですねすごいなと思って、まあ、あの他の若手にもたくさんこう指導される選手ですけど、はいはい、そうですね、はい、お弟子さんとしてはどんな師匠ですか？私にとってですか、うん、私にとってそうですね、まあ、もちろんあのレーサーとしても一流ですし、うん、あの人間としても、ね、あのすごいいろいろと成長を見守ってもくれますし、うん、いろいろと勉強になることはたくさんあるので、こう教えてもらうこともたくさんあるんですけれども、牧さん自身を見てあの勉強させてもらうっていうことが結構多々あるので、そういったやっぱこう人に見せて私は学んできてるのかなっていうのは、はい、あります。まあ、あの長嶋牧さん自身もご自身もまあ相当本読んで、はい、いろんな本読んでね、はい、あの勉強して、はい、自分の知恵、知識に変えてる感じがあるからね、はい、うん、それをまあ後輩にこう流しながら、はい、で自分にまた身にして返してるんやと思いますけど、そうですね、私も結構本をあのマキさんからこの本いいよって勧められたり、キキキリに勧められた、いや、それは勧められてない、あの長嶋キキキリンですってわけのわからんこと一回言ってるけど、ちょっとよくわかんないですね私もそこに関してはまああの、はい、この動画ね、ですからまあぜひ、はい、あの長嶋に続けた弟子の堀翔選手も、そうですね、まあ、調節ちょっとこの後も、はい、後半もええとこ見せてもらいたいんですが、そうですね、はい、あの2020年今年は日本は東京オリンピックっていう、まあ、はい、大イベントがありますけど、はい、あのなんか注目してる種目とか選手みたいなのありますか？注目ですか、うん、全般的に注目してますけど、全般的に注目してます、はい、なんか夏以外スポーツとかはしなかったの？あ、サッカーはやってました。サッカーやってた、はい、どんなやっぱりサッカー注目してより注目するの？まあ、そうですね、うん、でもやっぱスポーツが全般好きなんで、うん、やっぱ運動することも好きなんで、うん、はい、やっぱ全てにおいてサッカー世代や、はい、で どこでサッカー諦めた？ここでしょ、はい、もうボートレーサーになろうと思って諦めた。ボートレーサーになろうとして諦めたというよりかは、あのもう高校で燃え尽きたというか。あ、燃え尽きた。でも静岡やから強いに違うの？あ、もちろん強いです、はい。ほんならもうその何、まあ、全国大会とか、そういうのも行ってるの？全国大会は高校1年の時に、あ、行ったの？確か行ったと思います、はい。すごいな。はい。でもそこで燃え尽きて、次はボートレーサーなんで出会ったの？ボートレーサーはそれこそ高校3年生の時に進路で悩んでて、でやっぱスポーツ関係で仕事したいなって思ってて、そしたら母の友人がたまたまボートレーサーと仲が良くて、でこういう仕事もあるよって教えてくれて、でちょっと興味持って、で実際まあ見に行ってめちゃくちゃかっこよかったんで、はい、これやと、はい、っていう、やっぱりでも女子はみんな初めて見た時のインスピレーションでかっこええっていう人多いな、やっぱり。あ、本当ですか、はい、まあ、かっこええもんな。いや、めちゃくちゃかっこいいです。まあ、これからどんな選手になっていきたいですか、はい、そのかっこいいレーサーの中でも。そうですね、握って、攻めていけるレーサーにもなりたいですし、まあ、人としてもあのレーサーとしてももっと一流になれるように、まあ、マキさんが師匠なんで、はい、マキさんそこは大丈夫だな、はい、うん、その辺は脱線することないわ、はい、師匠が長嶋真希です。そうですね、そう言ってもらえて嬉しいです、はい、
はい、さあそれでは最後に今節、はい、あとまだ3日ありますけれども、はい、ファンの皆さんに抱負を聞かせてください。はい、レースで、攻めるレースたくさんするのでぜひ見て応援してください。よろしくお願いします。